毎回さ、この Mac でゲットできる図鑑、いいよね。このちっちゃい小冊子っていうのかな、図鑑シリーズ。今回宇宙月特集、クイズ付きってやつ、もちろんシールもついてるんだよね。まずは中身を開けてみてみようかな。これ今回ハッピーセットでね、ハッピーセットのやつで、宇宙の。おー、小学館の図鑑ネオ。こういうのをさ、マクドナルドでゲットできるっていうのがすごい嬉しくない？今回のシールはね、こんな感じになってるね。月面の足跡、10ページに貼ろう。こう貼りながら、こう学習していくというね、皆既月食9ページに貼ろうと。オリオン宇宙船12ページに貼ろう。お月見。団子が、月特集って書いてあったもんね。じゃ、ちょっとチラッと中身を見てみる？チラッとささっ。おー、あ、この本に出てくる言葉。宇宙、月ということなので、宇宙だけじゃなくて、月特集だから月に関してのことがたくさん。目次がね、月を眺めよう。月のお話、月の姿、月の動き、月探査の歴史、これからの月探査、月と宇宙クイズ、月と宇宙クイズの答えと。なんかさ、よくさ、芸能人がさ、月の土地を買ったとか、出るじゃん。あれってさ、俺、でも一般ピーポーでも買えるのかな。一般ピープルっていうかさ、なんつうの、そんなに高くないんでしょ、月の土地って。だから月に土地も持ってる意味ないか。でも月に住むことなんてないしさ、月が開発されてさ、もしね、SF の世界みたいにさ、月が開発されて月にも人類が住めるようになってる頃にはもう俺は死んでるからさ。でもその時にご先祖様が土地を買っといてくれてよかったってなるから、子孫のために買っといた方がいいのかな。どんな月の土地、どこでどう買うかはわかんないんだけどさ。で、おー、いろんな月を眺めようから始まって、これは面白そうだね。で、ここにシールを貼るんだね。このシールを、さっきあったこのシールを貼りながら、こう学習していくということね。もし地球から月まで歩いていけるとしたら、どのくらいかかりますかみたいな感じで、こう月と宇宙のクイズもたくさん載ってたりもして、いや、すごく勉強な、他にもたくさんこうね、小学の図鑑ネオがね、こうあって、たまに、持ってるやつも結構あるな。イモウシとケムシとかね。こう危険生物を持ってるな。あとね、ここ見て。ここがね、もう俺の世界のハッピーセットの図鑑は、なんとね、見て！うわ、これ !2023 年の10月下旬リリースなんだけど、水木しげるの、おぉ妖怪。これはもう、絶対俺5冊ぐらいゲットしたいと思ってる、これは。これはゲットするしかないよね。俺の動画見てくれてる人は絶対鬼太郎好きだから、もう妖怪大好きな人たちだからさ、次回のハッピーセット燃えるよね。水木しげるの妖怪。怖いけどちょっと会ってみたい。そんな妖怪たちが大集合、姿形や出る場所、何をするかなどいろいろ教えちゃう。吸血鬼エリートは出てないだろうな、俺の大好きなエリート。吸血鬼エリートとかおぼろ車サザエ鬼が出てたら嬉しいよね。結構見逃すこと多いんだよね、このマックのね、この、図鑑シリーズとか情報ハッピーセットだ。今回はね、この絵、次回やばいからゲットしようぜ、みんなで、ね、で見ようぜ。めっちゃ楽しいぐらい、どんな妖怪がいるのか。内容はこんな感じだと思うんだよね。この綺麗、シールもついてると思うから、シールも楽しみだよね。綺麗な写真とかもあって、今回図鑑だから綺麗な絵がね、水木しげる王先生の絵があって、すごい楽しみだよね。それではまた次回、次はね、この今見た妖怪図鑑のね、マックのやつでお会いしましょう。10月楽しみだね。これはでも、いや、もう調子よければ10冊ぐらいはゲットしたいね。10冊、10冊、10冊は行きたいね、綺麗に。